ないの？傷口が広すぎる。そんなに切除するのは不可能よ。毒素が広がらないうちに、今ならまだ心配しないで、これくらいすぐ回復する。でも今は傷口を縫う針と糸すらないのよ。鎮静剤は全部麻酔銃に使ってしまった。量を調整するのも難しいわ。鎮静剤はどうせ効かない。直接切って。あなたの治癒力がいくら高くたって、そんなことしたら死んじゃう。リゲルを救えないならここで死んだ方がマシ。でも毒のついた組織切って再生を待つ。それが一番早い。リゲルが待ってる。こんなところで諦めるわけには。そんな、モンド、お願い。私がやる。モンドよりも多少は手際よく済ませられるはず。アテナ、ちゃんと力加減を意識するわ。ありがとう。メスは火で消毒するしかない。モンド、ナイフをバーナーで加熱して、医療キットの道具も出しておいて。分かってると思うけど、凄まじく痛いからこらえて。モンド、ここにいる。次はもうあんなことしないでね。刺されたのがあんただったら今頃死んでた。バカなの。はあ、そうかもしれない。本当にバカだね。でも助けようとしてくれてちょっと嬉しかった。始めるわ。私が服を着る。あなたは彼女の手足を押さえて、あとガーゼの用意も。ああ。傷口が広い。切除する範囲はなるべく小さくしないと。ジェフティ、なんだこの傷跡の数は。どさくさに紛れてどこ見てるの。悪い。もう喋らないで。この布を彼女の口に。でないと処置中に舌を噛み切ってしまう。処置は迅速に済ませる。毒素が血管に流れ出したら大変だから、手術中は私の指示に従って。分かった。始めるわよ。ジェフティ、耐えるんだ。肩を押さえて暴れさせないで。ジェフティ、すまない。布が落ちた。放っておいて。ガーゼで血を。私はナイフを取ってくる。分かった。傷口を焼くわ。ジェフティの胸を押さえて。心拍速度を落として血液の循環を抑える。ああ、ジェフティ、もう少しだ。頑張れ。よし、終わった。モンド、包帯で傷口を。やってる。これで峠は越えたはずよ。ジェフティ、体はどうだ。痛い、とても。でも体の
の痺れは引いてきた。多分大丈夫だと思う。よかった、本当によかった。ジェフティ、ジェフティ、アテナ、ジェフティが